こんばんは。こんばんは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。1月も2週目に入りました。11日でございます。生放送でお届けしております。なんと気づいたら先週の放送が最終回だったんですね、あの番組は。ザ・キソさんちゅうアワーでございましたけれど、はい、そうなんですよ、はい、で一応名前が変わりまして、うん、今回新番組第1回目ということでございます、はい、一応ね、塩田くんのネーミングを生かした形でね、そうそうそう、番組名の方発表していきましょう、はい、塩田くんお願いします。塩と塩田のこれは街は大騒ぎ、はい、第1回目でございます。よろしくお願いいたします。いやもうね、はい、文字通り街は大騒ぎですね。本当にそうですか。もうざわついてざわついて、何がざわついてるんですか。いやいやもう俺もだって歩いてくる時もうみんな見ますよ俺んとこ。あ、そう、塩田って誰って。いやいやいや、みんなそこで俺んとこ誰、あれ塩田って誰っていうやったらあなたには気づかないでしょ。でもなんかしらもう気づいて、いやいやいや、お前売れたら絶対天狗なるやつや。いや完全に自意識がお前、うん、あの過剰なってる人なってる。売れたよ。いや売れてへんわ。売れてへんからもう。こういう感じなのね。いやいや全然こういう感じじゃないですけども。まあまあということで、先週はまだ発表してなかったんですよね、番組的にはね、はい、まあ裏ではもちろんね、そういう方向でっていうのはまあお伝えはもちろんね、しているんですけれども、今日浅草の東洋館で、まあ私がずっともうダブルコロン時代から出させていただく演芸場の、ステージの方で初お披露目、ケンメリというコンビ名で出させていただきまして、うんうん、でここでまあ一応デビューという形を取ったので、そう、じゃあツイッターで発表しよっかっていうことで私がツイートしたんですよ、うん、したん、そしたらまあどっかのスポーツ紙の方が見つけてくださって、うん、多分スポニチが最初だったのかな、でそこからヤフーニュースに上げていただいてっていう感じで、うん、でこの話になるんですよ、塩田忠道って誰っていう。誰、いやでもちゃんと名前押してくれててよかったじゃない、ね、そりゃそうでしょ、ヤフーニュースデビューでしょ。そりゃそうでしょ。いやだってあんなもんあれやで、悪意を持って記事書いたら別に塩田忠道って名前載せんでも作れるからね。あ、そうですか。うん、元ダブルコロンの木曽三中が新しく漫才コンビを組んだ本人はってやっちゃえば済む話。あ、そうですか。うん、だから一応名前載せてるってことですから、これはもうありがたいことですよ。でもあのヤフーニュースでね載ってる、うんうん、顔でっかく顔映ってるじゃないですか。あれ、まあ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 、まあ、いくつか見ました。あの表情変ですよね。どの表情ですか。あのヤフーニュース見た？え、なんか変な、あれ何してる時の顔ですか。分かんないです。だから何しかで、だからデイリー、放置、スポニチとかかな、うん、俺見たのその辺はなんか見ましたけど、ヤフーニュースのなんか変だよ、なんか座薬入れようとしたら見っかっちゃったみたいな顔してるよあれ。え、どう、こんな顔してましたもん、ね、そんなそれそれ、ほんとそれ、そんな顔してんの。だ、何してる顔なんだろうと思って。なんやろな、だから横におったやつが座薬みたいな存在やったってことじゃないですか、うん、多分あの、でもケツに座薬入れられたような感情が芽生える男と一緒にやってたと思うんですよ。あ、なるほどね。まあ、こういうこと言うと俺もだけそこだけピックアップされてまたね、解散の時もこれ生放送あったんですよ。だからこれ本当によく考えるとこの番組ってそういうタイミング多いよね。だから解散発表した日も実はこの夜がここの生放送で、そうそうそう、でここの番組の内容をピックアップして、でまあ解散の真相を番組で語ったみたいなことをヤフーニュースにしてもらったんですよ。そうそう、だからなんかそう縁があるんすね。うん、いいね、うん、あんま信じたくないですけどこの番組で縁があるんですこの曲のね、うん、まあまあまあっていう、そんなことないよ、そんなことないですけどね、まあまあということで、うん、写真良かったもん、うん、で顔、うん、コメントも見ました。え、何のコメント。あのヤフーニュースのコメント。いやいやいや、あんま見てない。な、顔が黒くなったなって書いてるそれもコンビ関係ないやん。でもちゃんとジグロって言った方がいいですよ今。あ、いやいやいや、なんか黒塗りで叩かれそうになる。それ浜田さんやからそれガキ使いの。気をつけないと心配。大丈夫別に。また違う方向で叩かれるんじゃないかって俺またヒヤヒヤしてんの。それで叩かれる分は別に大丈夫やわ。メンタル傷つけへんから。大丈夫。モーガン・フリーマンの真似してると思う。してへんわお前。喋り方わからんしモーガン・フリーマン。まあでもなんだ、もうコメントがね、だからもう。うん、需要がない。あ、まあ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  ね、うん、ね、あとげんなりって書いてた。いやいやいや、ケンメリにかけてげんなり、ま、あ、なるほど、あ、そういうことか、字で見るとパッてわかんねえやろな、うん、これで、ま、あの
また揉めそうって書いてあった。冗談じゃないよね。冗談じゃないよ。もうとっくに揉めてるよ。揉めてるわ。本当だよ。本当だよ。本当ね。うん。今揉めないわけないだろ。まあそうですよ。だからなんかね、僕が入ってる事務所、まあ、塩田くんも、まあ、お湯入るんですけど、うん、で、その事務所ってネットテレビを、まあ、やってましてね、うん、で、YouTube で放送する。で、かすみちゃんも一回番組出てもらったことがある。はい、あそこで、いつも稽古場代わりにして練習してるんですよ。うん、はい、で、うちの事務所の、まあ、偉いさんが、うん、なんかその、練習してるところを、あの番組流しちゃいいじゃんって。うん。うん、で、まあ、反論しましたよ。はい、そうなったら、ますます、ダブルコロンの不仲は俺のせいってなるんでやめましょうっつって自分で言ってたから。そう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 、うん、俺の性格の悪さが多分完全に明らかになってしまうので、うんうんうん、だからもう後追いで俺も本当にやめてくださいって言った。えそうですよ、うん、それだけは勘弁して そこだけ握手しましたけどね、うんうん、まあまあということで、はい、まあ今日どうでしたか初めての。でも僕は本当にその漫才大行進っていう漫才協会が1日から19日までやってる演芸のまあまあ寄席みたいなもんですけど、で出させてもらってて、でもうねトップバッターで出るのが15年ぶりぐらいなんですよ僕。だから前の時の最初はやっぱ トップでした。ダブルコロン の、まあまあ、その初めて立った時はもうトップバッターですよ、うん、で今みたいに組数も多くないですから、うん、一組なんだったら20分とかやることもあったりとか、でもそうそうそう15分20分とかね、その時まあ今日なんかは10分ですよ、うん、10分短い時で5分とかの持ち時間の時もあるぐらいですから、でまあまあそのなんかトップってこんなんやったなみたいな考えを持ちながらやりましたけど、どうでしたか久々に。いや久々っていうか俺本当12時からだったじゃないですか、うん、昼の12時から漫才やるんですよ。うん、おかしいよね。いやおかしくないですよ、演芸場ってそういうスタイルやから、うん、昼なんですみんなでよく来るなって思って。まあまあ、まあ、胴裏ですけどね、うん、意識したこと一度もないですけどね。あそうです、負けまいって思わないですあんまり。あそうです、うん、あそう、またなどんな服映ってんだろうって気にならない、ヒルナンデスで。ああファッションチェックってことですか。いやいやないですけど全然。あのヒルナンデス見てなさそうな人しか来てないから今日。なんでなんです、なんでなんですなんで自分で処理しろよ。だから俺12時からだったじゃない、俺、うん、これで11時にはもう来たんですよ、うん、俺ちょっと手伝いみたいな、ちょっと当番、うん、もう片付けまで、うんうん、11時に来て、うん、ちょっと経ったら俺ものすごい貧血になって。なんでや、極度の緊張。え、そうなんや、うん、へえ。緊張で貧血になるんだね。うわー、分からん。緊張すると、え、緊張する、します、します。緊張するとどうなるんですか、そのいわゆる体の体調の変化としては。慌ただしくなります私は。日頃からやん。日頃から緊張してるやん。多分それの倍慌ただしくなってると思います。口数多くなって慌ただしくなる。俺はねリアルに緊張すると口乾くな、本当に喋らなくなるってことですか。いやなんかね、まあ、そういう人いません、緊張すると口乾きますわ、口臭くなってんなって自分で思いますもん。うん、緊張してるってあんま呼吸もしてないかもしれないですね。でもねだから今やから言いますけど、別にもうこれはしょうがないと思うんですけど、うんうんうん、本番5分前ぐらいに一回塩田くんが変にめっちゃテンション上がった瞬間があるんですよ。うんうん、でなんか俺がそのお世話になってる師匠がおって、で師匠と私が雑談してたんですよ、いつもの感じでね。そしたらここの顔やのに全部塩田君が入ってきて、でものすごいキー高めなんですよ。うん、あ緊張してんなと思って、でなんかそうそう、その時になんかその緊張してるよっていうのを知らしめるような会話をした記憶はある。うん、そう、あのトップが初めて、トップが初めてっていうのをなんか師匠と喋ってた。そう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 、うん、一番が初めてっていうから、うん、そうなんですよ、草野球でも6番なんだよって言った、うんうんうん、それ結構上げ目で言ったんです、うんうん、そしたらなんかシーンってなったね。うん、そう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 。なんでだよ。あ、この子大きな声で喋る子やっていう感じだから。だから、だから僕のことみんな何も知らんから。静かな、静かな、確かに普段喋るよちゃんだと思って、うんうんうん、静かそうに見えます。俺でもちょっともう喋りたくなっていくんですよ。なんかちょっと一瞬上げて。なんか輪ゴムと一緒で一回思いっきり伸ばして縮めちぎった、ブチって切れるんやろ、ほんで。おいおい、なんだそれ、それそれ何年前の輪ゴムだよそれ。めっちゃ下手くせえなツッコミ。おいおい、なんだそれ、おいっつったね。おいおい、
肘も使ったよ。いやいやいいけどさ、うん、まあでそれはちょっと思った。うん、うん、でそれはなんかこうちょっとなんか、うん、なんだろう、詰まったままカーって出したかったんですよ。なんかこう出してないから声なんかカーって出して、なんか滑るよくなんかこう出したかった、ね、うん、詰まってた、うんうんうん、なんか、ね、あるじゃん。わかるわかるわかる、すぐわかりますよ。本当に酔っ払った客接待してるキャバ嬢みたいになってたで今。わかるわかる、そうだよね。うん、あんたいつもそんな感じだから、うん、すごい良かったと思うよみたいな。いくよヤングスナックなんとかね。そうそうそう、やってるからね。慣れてきたのかな。まあまあまあ、でもね、それでまあ出て、うん、やっていくにつれてちょっと馴染んできた感じはあるんですか。うん。あ、本当に、うん、いやいや、でもまあまあ、みんなステージ立ってからっていう、うん、だからあで11時半から一回練習しようって言って、うんうん、そこでその時にはもうなんかね急に治った。え、でもあのテンション上がってた時ってその11時半より後やで。うん、うんうん、だからそう、あ、うん、だからなんて言ったら、うん、だからもうやっぱね、その出番に合わせて体調は良くなる。俺しっかりしてんなと思って、なんかね、また自分のこと好きになったんだよ。自分もいいじゃないですか。あの人気どこ行ったと思って。うん、いやもう一番のファンやもんな自分の。いいじゃないですか。自分大好き。あ、いいね。篠田忠道って誰って本当ね。あれ、これだよ、うん。ここにいるよ。ね、まあこれもしかしたら一応僕今日ツイッターで、まあその塩田忠道っていうのはどういう人間か気になる方は10時から生放送やってますからって、うん、ね、どうですかね。え、あんまり普段通りだね、うん、そうですね。あ、なんかそりゃ町、それ町って訳されてますこの番組も。ああ、いやいや、そう、まあ、そう略してそれは町でいい。でも基本的に安定ですね。いつも通りってことだね。いつも通りですね。だからその別段イレギュラーで塩田くんのこと気になって見てる人は、うん、ゼロってことですね。そんな感じですかね。ゼロってそんなわけないよ。でもないんでね。ツイッターフォロワー5増えた。うん、5。よかったじゃん。うん、いやでも俺ちょっとそれ俺も気になったんですよ。そう、塩田君フォロワーって増えんのかなと思って。うん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 。うん、したらなんか僕の知り合いの、ミートボール吉野って AV 男優がフォローしててちょっと笑ってしまったんですけど、うんうん、僕仲いいんすよ。あ、そうなんです。あのミートボール吉野さんってチョコボール向井さんの、うん、でお弟子さんでですよね。知ってますよ。そうなんすよ。いや、それで仲ええ言うたら俺もなんちょっと誤解されるけどそうそう、色の黒いが AV 男優の黒の一緒だもんね。黒のなり方もやっと言え、やっと言えたもん。調子どうですか。おい、うん、悪いな。まあまあ、そういう感じでね。まあ、また後でお知らせしますけども、うんうん、まあ、なんですかね、やっぱこうやって注目していただけるっていうのは、やっぱ何よりね、やっぱりヤフーニュースとかもこうやってやっぱ載せていただけるっていうのはなかなか恵まれた環境やと思いますしね。だまあ、この環境を糧として、まあ一応漫才やっていくつもりですので、まあまあね、あのこの番組ご覧になってる方は、まあそう、塩田忠道がどういう人間なのかっていうのも、まあ知ってくださってる方だと思うのでね、まあなんか一番こう応援をしてくれるお気持ちが強い方やと思ってますんで、うん、ぜひ今後ともね、よろしくお願いできたらなと思っております。ということでお便りの方もいただいております。はい、はい、ご紹介しておきましょう。まさみさんです。今週は星野千一氏死去と堀江門の R1 挑戦の話題が印象に残りました。星野氏は昨年末の自身の殿堂入りのパーティーでも元気な姿を見せており、闘病中ということも知りませんでしたので、うん、本当に突然の訃報に驚いています。堀門は、素人がどこまでやれるのと出場前は冷ややかな目で見ていましたが、ネタを江原正宏さんが考えたらしく、笑いもしっかりとって1回戦を突破したとのこと。ビッグネームなだけに予選で消えてしまうのはもったいない気になりましたと。うん、ですね、一切ケンメリのことは触れてないですね。はい、一切触れてないですね。はい、全然違う現象が出てきた。はい、まあまあ、でもね、あの後でまたちょっと触れるでしょうけどね。あ、そう、ホリエモンはでもね、なんか結構幼稚園児みたいな格好して手紙読みネタみたいなやつを受けてたみたいですけどね。はい、続いていきましょう。デニコさんです。はい、うちの店の大将はお盆と正月は実家の鹿児島に帰ります。しかも車で、だからいつ帰ってくるか
かわからない。毎年張り紙に田舎で大変なことが起きたのでしばらく休みますと、墨と筆で私が書かされています。店が始まると常連さんは毎年大変なことが起きてるみたいだけど何と聞いてきます。別に大変なことは起きてないんですけどね。去年も書いて成人式の日まで休みでした。給料が減るからやめてもらいたいけど、うん、時給いいしボーナス的なものもくれるから仕方ないかなということで、うん、これもケンメリのことは一切触れてないっていうことですね。はい、ということですね。あとまあプリンさんですね、はい、あの着物の晴れの日問題はひどいですと、うん、一緒に一度の成人式を台無しにしましたからねと。この晴れの日の9月頃に給料未払いが発生しており、この時に社員が騒いでいたらこの事態は避けられたと思います。ここ数年会社の経営が困難になり社長が失踪する事態が増えており問題になっております。給料未払いが発生した時点で労働基準局に相談したり、会社から上期下期の決算報告がなかったら報告させることが必要だと思います。会社の異変に気づいたら即動くことも必要です。現在この社長は海外に逃亡しているという話ですが、早期に見つけ出して真相を話し被害者に対する、対応をしてほしいです。最悪な結末だけは迎えてほしくないと。はい、あとカヌードーピング問題で話が閉まっております。なるほど、はい、ない、後で話しましょう、ね、はい、まあ懸命に来てるんですよ。まさみさんもね今見ましたなんていうね、ありがとうございます。クリンさんも、はい、見ましたと。あと先週の木曽さんアワーの放送回数175回目ですが継続でよろしいですかっていう、あなんかまあ紀元前ですね、紀元後、あ BCAC、うんうんですね、答えなってないでしょそれ、うん、継続でいいんじゃないですか、なんかやってること変わんないし、うん、そんなにね、そのカウント的には、うんうん、っていう感じで、なんか昔ほら思いっきりドンって番組がドンに変わったけど別にそんなに変わってないみたいなのと一緒でいいんじゃないですか、うんうん、ドレミファドンじゃないそれ、あ違います、うん、なんかヒデさんがやってたね、うん、ヒルナンデスの前の番組です。ポンとドンだったの昔ね、まあいいんですけど。あとデニコさんも、おめでとうございます、頑張ってくださいね、いいと思います、いいと思います、そっけね、ということで、なるほど、ちょっとあれじゃないですか、あの私の男取られたみたいな感じあるんじゃないですか、塩田君に対し、あの私に対して、あ私の塩田君取られたみたいな感じあるんじゃないですか、あそこまでな俺に惚れてた、うん、俺は思いましたけど、まあ、伝わるね、女性の嫉妬をちょっとこう文脈から感じ取りました、ね、うん、そうだね、はい、もう俺もあんま言わなかったけど感じてたよ、どうですか、もう最愛ですよ、もうガチラ握手ですよ、すぐ感じちゃう、はい、感じちゃう、かずみちゃんどうですか、1週間なんかこっちの話ばっかりだとあれなんで、全然、いやなんかむしろその、うん、木曽さんが、まあ、久々にトップバッターに立ったっていう、うん、トップバッターに立った、あれなんてヤフーニュース、あ違う、なんだっけ、演芸場の場に、そうやっぱ久々に立つとこう初心に戻るとかいうあれなんですかね、やっぱ、うーん、でもなんかわかんない、かすみちゃんどうかわかんないですけど、僕とかは例えばそのピンでずっと漫談1年やってたのかな、でもなんかやっぱり2週間ぐらいブランク開くと一発目ってちょっとギクシャクするんすよ。でもなんか2日後ぐらいにあると体馴染んでるから全然もちろん緊張もしないし、なんかこうまあまあ思ってるようにやれるっていう、だからやっぱり継続かなって感じはしましたね。なるほど、だから漫才自体はすごい久しぶりなんですよ、東洋館でやることはもちろんね、ここではやってますけど、はいはい、オフ会とか、はい、だからやっぱその感覚をちょっと取り戻さなきゃなって思いながら今日はやりましたね。うん、やっぱちょっとピンだとほらずっと喋り続けられるじゃないですか、邪魔立てがお客さんがなんかやじ飛んでくる以外はないから。でも漫才の場合だとやっぱり相手との会話を聞いていただく感じなので、だそこの感をねやっぱりまた戻さなきゃなって、あなるほど、うのはありましたね。ちなみになんですけど、はいはい、何でしょう、あれケンメリってあの車あれですか、お知ってる、あそれ以上ちょっと聞かれちゃった、あのケンメリと車ですか、なんだ今の、それ以上ちょっと質問に答えられないんですけど、あのケンメリと車ですか、まあまあ車というか、まあまあ車のな昔の名称というか、うん、あもうそれの名称でもないんですけどね、はいはいはい、うん、それに当てはまったユニット名なんですか、まあ、コンビ名だし、まあ、あとは、うんうん、あの本名がケンイチさんですしね、はい、あなたメリーさんでしたっけ、僕メリーメリーです、初めて、はいはいはい、メリーだよ、あーメリーさん、お知らなかった言ってなかった、うん、そのくだりさ、東洋館の受付のおじちゃん同じこと言ってたやんけ、昼間やめて、その普通の人が言うのと同じやつ、あれ違う、あれはあなたにメリーでしょって言われ言って
った。あ、だから同じやんか、そのコンセプトは。ケンとメリーなのっていう。ああ、じゃあケンとメリーさん。うん、でもメリーで受けてたからあれだ。本当は違う。俺メリーだよっつって、うん、メリーさんの羊なんですって言ってね。うん。にゃあ。羊ちゃうやないか、うん、ね、うん、これをね、本当はやろうと思ったんだよ、うん、言ってないんだよ、言ってないんだよ、これ今初めて言ったんだよ、言ったけど、うん、でも多分突っ込むだろうなと思って、やろうとしたんだけど、メリーで思いのほか受けたから、あ、そうだった、メリーですって言っちゃったんだよ、うん、今後どうしましょう、これ、うん、なんか歯車ガタガタやな、嘘だ、歯車ガタガタやな、なんやろな、今よかったよね、ケアンドメリー、何ガタガタ、ギシギシ言ってるわ、なんか本当に、何それ、車だけにね、知らんでしょ、俺も車だけにギシギシ、よう分からんけど、ぶっちゃけ知らないですよ、ああそうだよね、いやいやそうだと思う、俺がなんかおぼろげな感じですから、もう世代じゃないですよね、なんかね、まあまあだから聞かれるよね、今度ね、今後ね、言われますよ、うん、だからね、あのぶっちゃけると僕あのバンド、海外のバンドで、はい、ザ・ダットサンズっていうバンドがいるんですよ、うん、全然有名じゃないんですけど、はいはい、でそのバンドが好き で、はい、でダットさんってなんかちょっと、うん、何古いけどかっこいい感じの響きが好きで、うんうん、でなんかそんなニュアンスのやつなんかないって振ってたのかな、うん、なんかそんなんでやってて、うん、車の、うん、でなんかこう車のやつをいろいろ出したりして、そうそうそう、どっちが言ったのかも忘れちゃったけども、うん、で、あ、それでいいんじゃないってなったのかな、俺ですね、ケンメリって言ったの、そうだっけ、うん、夜中の2時くらいです、うん、あの LINE ね、LINE、うん、LINE でね、夜中に2人で LINE、うん、こんな名前どうだ、こんな名前、うん、豚肉定食って一個言いませんでした、いやいや俺は言ってない言ったよ言ったよ言ったよ、なんとか定食言ったね、定食言ったよ、うん、言った、うん、なんとか定食みたいな、全然記憶ないけど、そう、なんか言った、いっぱい出してたね、まあ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 、まあ、うん、車ね、っていう感じかな、うん、ケンメリさんね、そうですね、まあ、うん、楽しみですね、そうですね、楽しみですよ、なんかそあれはないの、2週間のなんか出来事みたいな、あ、いいんですか、まあ、いやもちろんですよ、あの、まあ、1週間前にウッキウキしながら話しましたけども、うんうんうん、あのカンさん、私の大好きな、あ、出た、行ってきました、うん、でもうツアーも終わったので、うん、カンだけにもう話はカンで終わってると思ったらまだ続きがあんねんな、はい、うまい、イエーイ、もうね、最高、始まってるからね、最高でしたね、あ、そうな、あのもちろん僕も存じ上げてますし、はい、ただライブに行く機会に恵まれてないので、はいはい、その素晴らしさをちょっと教えてほしいんですよ、あ、わかりました、うん、あの、え、なんて言ったらいいんですかね、とにかく頭の中のユーモアのセンスがすごいんですよ、え、それ最初の褒め言葉でいいの、あ、全然、はい、あの歌じゃなくて、あ、歌も大好きなんです、エンターテイナーとして、うん、その歌を歌うエンターテイナーとして、うん、本当に素晴らしいエンターテイナーをみんなに見せてるんですよ ね、 何回言うね、あ、エンターテイナーで合ってるよね、エンターテイナーだ、じゃあな、それ、まあ、じいさんの言い方だ、エンター、そ う、ね、そう、うちのばあちゃんもアイウェイ、なんか異形が言えない、そう、アイステイっていうの、あ、それだ、それになっちゃう、あ、うん、エンターテイナー、まあ、ティナーっていうのかな、エンターティナー、まあ、何でもいいですけどね、なんか、うん、お客さんを喜ばせる楽しいことに、なんと面白いことにすごい、なんつうんですかね、もうユーモアがすごいんですよ、ていうのはね、これね、なんて説明したらいいんだろうな、で、とにかく結構アップテンポな歌とか結構あったりするんですね、あの、もちろん愛は勝つ以外のアップテンポな曲があって、それでいきなりこうバラードをダンと落とすわけですよ、じゃそのまた歌がいい歌なんですよ、あ、そらな、ボロボロですよ、泣いたん、あ、泣きます泣きます、全然泣きます、ハンカチ持って行ってた、あ、いつも忘れちゃうんでティッシュです、持っていかないとダメじゃない、カンさんのライブ行くときは泣くんだから、あ、これ言っちゃうとちょっと女子力ないみたいな感じになっちゃいますけど、いつもティッシュなんですよ、私ティッシュは濡れたらめちゃくちゃ、めちゃくちゃなんけど、プルポッケ入れて、おいおい入れて、もう一枚一枚ティッシュ入れてやって、汚ねアイドルだな、ボロボロのティッシュポッケに突っ込みながら感想で泣いてんの、それなんか何回も鼻かむおばあちゃんいるじゃん、みたいな感じじゃん、それと一緒だぞ、それ本当だよ、何回それで噛むのって、いやもう本当にね、すごいんですよ、うん、平井堅さんとか、うん、愛子さんとか、うん、ミスチルの桜井くんとかも菅さんを尊敬するぐらい、なんかで、ほんと菅さんは最高のエンターテイナーだっていうのをちゃんと参照するくらい、賞賛ね、賞賛参照って、あの参考にしてるだけやから、参照、うなぎ、うなぎ食うときかけるわ、そう、賞賛するぐらい、うん、
本当に一回ライブを見ていただくとこの面白さと歌の素晴らしさが分かるんですけど、もうこれはね私もすごいいつからかもうぞっこんに、ほらコメント来てる、カンさんはいい曲が多い、ここなんです、ありがとうございます。あ、いやいやいや、それはもうだってね誰も否定はしないでしょ、うん、本当にいい歌なんですよね、まあ、いい歌が大前提の、うん、なんかトークするイメージあんまないんだけどね、カンさんですか、うん、めちゃめちゃトークします、喋るんだよね、超面白いです、うん、超面白いです、どうなん、なんか、先日博物館に行ってましたらみたいな話をするってことですか。まあ、でもそういう話も一応はしてるんですけど、するんかいな、ほんまに。そんななんか、話し家さんみたいな喋りするの、うん、でもしてたんですけどなんか上品になんか落ち着きのある喋り方でお客さん笑わせるんですよ、うん、でなんかすごいなんだろうな、こうなんだろう、年齢はもう55歳なんですけど、うん、少年のように帰ったかのような気持ちでいろんなことを楽しく話すんですよ、うん、それがもうまた見ててたまらなく、もう大好きと思って、うん、もういちいちいいんですよね、もう最高です、うん、なんかもう、もう菅さん亡くなったみたいな感じで言ってました、うん、この辺に菅さんのなんかね面影が見えてるみたいな感じで見えてます。で今日もこれ55なんですけど、これ菅さん T シャツなんですよ、うん、あ、年齢をそこに、そうなんです、で、そうで恋するチンクアンタチンクエっていうあのツアータイトルだったんですけど、びっくりした、お客さんがいきなり見たからまさか菅さんのかと思ったらかすみちゃんの T シャツじゃないですか、ありがとうありがとう、うん、ありがとう、そう着てもらって、明らかにタイミング間違えてますよ、すごいバチバチ、俺も菅さんのタイミングでしょ、うん、そう、ね、うん、うちの来てもらって申し訳ないけど、じゃあ菅さんのバリバリ来ちゃってるんだけど、うん、そうね、ね、なんだっけ、そう、恋するチンクアンタチンクエっていうバンド名、ツアータイトル名で、それどういう意味なんですか、それは。あのチンクアンタチンクエっていうあのフランス語だっけイタリア語だっけ、イタリア語があるんですよ、私22歳なんですけどベンティデューエなんですよ、で、うん、来もう1月の16で誕生日私迎えるんですけど、おめでとう、ありがとうございます、それでベンティトレになるんですよっていう、あ、ちゃんと数字の言葉があって、55ってことなんですか、55歳ですか、さんはというののイタリア語ってことですか、そうなんです、で、こうするチンクアンタチンクエっ て、もう想像した通りの言葉言ってますよ、今チンクアンタチンクエンで想像するじゃないですか、お、いや、そのまま通り言ってます、ごめん、もうチンコしか思い浮かばない、はいはいはい、はい、聞いてたらもうチンコとチンコしか浮かんでない、そうなんですよ、はい、もうね、カンさんはねそれもうねもう嬉しそうに言ってます、あ、チンコとチンコを言って、はい、言ってます、言ってはんのか、はい、でも本当にそれが怖えやな、俺とカンさんネタかぶったいうことや、ほうしたら、はい、チンコかぶりや、あのね、55歳迎えたから盛大に言えると、カントンね、カンだけにカントンやって、これうまいこと言うた、俺ほんまやで、向けきれへんやつや、カントン言うたら、カントン明日やります、これやるか、そうお前やるか、そんなもん、お前それに近いのやってツッツッ滑ったやないか、まあええけど、そうでもないよ、そうでもないよ、あ、そうか、あ、そうだから55歳が恋するチンクアンタチンクエだっつって、どれぐらいのペースでやってるんですか、そのライブ自体は。あ、めっちゃやってますね、もうだってツアーがもう最近終わったんですけど、うん、もう8月ぐらいから始まってて、うん、でまた、3月からあの今度はカンさんソロの弾き語りばったりツアーがあるので、うん、弾き語り一人であるので、結構もう1年にもういっぱい詰め込んでますね、すごいな、ベンチャーズやん、ベンチャーズ、ベンチャーズやん、ベンチャーズ、ノリ的には知らん子やん、顔が知らん子やで、今ベンチャーズ、ベンチャーズやん、知らない、知らん、なんでベンジャーズめっちゃ回るんやで、アベンジャーズですか、いや、アベンジャーズやさ、それアメコミだ、アメコミ、随分変えんの、うん、違うベンジャーズってバンドがいてな、うん、あ、バンド、はい、そうそうそう、はいはいはい、アメリカのな、バンドで、そうそうそう、なるほど言ってるとき絶対分かってない、分かってないとき、あ、よく分かってますね、なんなの、1年の7年の付き合いがありますね、これ、うん、もう顔がだって知らん顔やもん、ほんまに、はい、ちょっと、うん、まあ、いや、まあ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 、なんでもうそういうところに、うん、まあ、自分も女版カンさんって言われたいなっていう気持ちでやってるんですよ、それは女版さんかん、え、え、な、女版さんかんうぬぬぬなっつった焼肉のタレみたいになってる女版さんかん、女版カンさんですよ、それはもうちゃんと言ってて、うん、あのアイドルファイルっていうアイドルのなんか本があるんですけど、それにも書かれてるぐらい、うん、あ、そうなんだ、そう書いてもらいました、なんかいろんなとこでそう言ってもらって、うん、女版カンさんになりたい、あ、でもいいっすね、目標がしっかりね、見定められてるっていうのはもうそれは、そう、ね、もうそこに進むのみ、進むのみなの で、 です、ね、もう22歳でもうそこになるって決めてるんで、うん、また進むのみです、迷わず、今の自分を考えて、うん、女版カンさん、うん、
と比べて何パーセントぐらいまで菅さんに行ってんすか。あーなるほど。菅さん言うたらもう総理大臣しか浮かべへんけど、なんか菅さん言うたら直人さんの方や思って。何パーセント。なるほど。まあ年齢的にまだ言えないこととかもあるので、まあ菅さんは結構いろんなこと言ってるんですか。それ、あのチンコベースで今ちょっと考えましたよね。もちろん、ね、もちろんいやもちろんじゃない、別にチンコの話だけじゃないでしょ菅さんは。もちろん。でもそういうやっぱ下ネタ交じりな話とかもされるので、うん、そういう年齢考えるとまだまだ全然22と55歳なので、あ同じだ、22、55、2255、一緒だ。そうなんで、ね、ちょっと遠いんですけど、結構同じじゃねえじゃん、じゃあ遠いって言っちゃってんじゃん。そう同じでもなんでもねえじゃん。そうでも結構換算ベースに結構物事考えて瀬取り組んだりとか、あとなんか最近はその換算のライブでなんかアフロをなんか飛んできたんですよ、ライブ中にバーンっつって、うん、それなんか演出で使ってたんですけど、うん、それなんかもらえるっていう話 でゲットできたんですよ、うん、そのアフロを使ってライブ出たり、でそれをちょっと胸に入れて、うん、ボーンしてライブ中こう出てきて、うん、これでバラード歌うみたいなことやったりとか、うん、ちょっとそこら辺いい風にこう面白く、そう合ってるかどうか一回マネージメントと揉んだ方がええん違うか、その胸にアフロ入れてバラードを歌うくだりなんか、ちょっと僕も疑問呈せざるを得ないけどね。でそれで2曲目でアップテンポでそれ取り出した。1曲目でそれアフロでバラード歌ったん。あはいはい、アフロでバラードで、えこう胸にアフロ入れてバラード歌う、はい、1曲目でもうボインで歌いました。あそうボインっていうか胸毛やろそれ。あ見えてない見えてない、いや見えてるか見えてないから問題じゃないけど見えてないけど、うん、ちゃんとそうやって、うん、2曲目でアフロかぶってみんななるほどみたいな、だ久々会った人はあこんな成長するんだと思ったんですって言われて、えなんすかそれ見ててお客さんなるほどって思うの、え思ってた人もいたみたいですよ、うん、なんか下世ねーすごい、なんか違う界隈のイベントに出たんですよ、初めて対バンするような方のイベント、それでやっぱ私ってソロだし、ソロってだけで結構アイドルグループが好きな人ってのはソロあんまりみんな買ったりする、なんかわかる気がするね、うんうん、それなんで、うん、どうやって釣ろうと思った時にいや言い方が下水な、どうやって釣ろう釣ろう、やっぱあおたくさんを釣ろうって考えた時時にやっぱ男性といえば胸なのかなと思った時に、あアフロ入れて胸入れてボインで出ようと思って、安直、もうこれでもう出て、うん、もう超胸張って、うん、でもこうなんですよ。どうなんそれ歌ってる時やっぱちょっと気持ち変わってくるの、そのボインになったら。あでなんか胸張って出れますねやっぱいいですねお胸は張ってるからね、ほっとってもねほっとっても張っとるからも、うん、でもやっぱ胸張るっていいですね、やっぱみんなここ見てるんですよ、あ見られてると思って普段と違うからだろそれすごい見てくれると思って、でなんかすごいみんな最後まで見てくれていや胸何バラード歌ってるのにずっと胸見られててよかったなって思うんですよ。とりあえず釣られてるじゃないですかその時点で、もう釣られてんです私に、うん、一歩入ってるんですよ、でそっからアフロで出てきて、あなんだこの子みたいな、で最後またバラードで落とすっていう、うん、このどんどんどんで来て、うん、もう釣られてるわけですよ。俺はその情緒が理解できないそうだからなんかまあこのスタンスでちょっと行くんかよ新規のファンを釣っていこうかなと思ってそうなんや釣り師で行こうかなあそうなんや、やっぱ歌聞いてくれるって、うん聞いてくれる、何それ聞いてくれる、やっぱりでも今日はあれですよね、いつもかすみちゃんがね、あのね応援してくれてるお客さん来てるけど、うん、その釣られたお客さんは今日来てないですね。来てないですね、うん、じゃあ違う方法の方がいいんじゃないですか。うんですね。でも一回じゃダメです。懲りずに何回もやり続けることです。で、なんかボインかすみみたいな、あなんかこうつけられるじゃないですか。ボイン何ってなるじゃないですか。ボインかすみボインかすみみたいな来るじゃないですか。うん、何ボインかすみってみたいな。でライブ見たらなるほどねみたいな、でこう定着していけばどんどん女版関西に近づけるんじゃないかなみたいな。うんうん、聞いてるうちにどんどん変な女の子に見えてくる。うんうん、大丈夫、普通にシリコン入れたらどう、あそれじゃダメなんですよ、うん、なんでそれはダメです、あの宇多田ヒカルさんがツイッターで言ってたんですけど、うん、なんかあのさこうガンのやつあるじゃない、あれの検査ってさ、うん、なんか入れてる人はできないっていうね、あはいはい、そうだね、そうそう、それでも入れますかってツイートしてたんですよ、うん、それでも中止入れますかって、うん、そうシリコンを、うん、ってか入れらんないなと思って、うんうん、やっぱそうガンにちょっとねやっぱりそれはね、いやいやまあそれはそうですけど、うん、やっぱ入れらんない、はい、もうそのまま行こうかなって、まあぶっちゃけ作れるし、あこう入れれば、それか自分でねよく揉むことだよ、うん、いやそれはもうあのよく揉むそれはもう22年生きてるんで分かってますよ、しばらくほっとこしばらくほっとこ、分かってんの、分かってます、もちろん分かって あんま言わせないでください、まだアイドルなんで、うん、分かってない、やってる上での話ですよ、自分で揉むんじゃないんだよ、揉んでもらうんだよ、なるほどなるほど、うん、その方が大きくなるよ、まあ、うんうんうん、まあその、ね、22歳なんで本当にやっぱりね、それでもねやっぱり成長期というものがねやっぱりね、うん、いつだか止まってるわけなんで、まあいいんですよ、身長ばっか伸びてね本当に、本当そう結構162で私大きいんですけど、う
そんなにほっとかないでくれ。いや、なかなかひでえやりとりだったな、今。聞いてるこっちが冷や汗かくなって思いながらやってましたけど。そうですか。まあでもね、なんかそうやってやっぱ人の目を引くようなことやったりとかは、意識としてはとても大事ですもんね。ありがとうございます。そこです。ありがとうございます。そこを具現化したのがアフロおっぱいではない気もしますけど、まあでも楽しませたいなと思って、せっかくね見に来てくれてるのにと思って、あ、よかった。でも最後に木曽さんにそれ言われて、あのちょっとこれからもやっていこうと思います。いや、目に余るほどまとまってなかったからですよ。いや、もうこのままやり続けますね。はい、まあまあまあ、ということでございますね。はい。デニコさん、ケンメリは18の時に彼氏が乗っていた車です。はい、木曽さんと塩田くん、いいコンビだと番組を見ていてずっと思っていました。二人の漫才、YouTube に上げてほしいです。木曽さん、私の塩田くんをよろしくお願いしますっていう。あ、そうだったんだ。ですね。私の塩田くんね。そうなんだよ。お母さん。お母さん？お母さんだよ。お母さん。なるほどね。ちゃんと引き取んなさいよ。なんだよ、そのモヤモヤってした感じは。本当に。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ、時事ネタちょっと行きましょうか。はい。はい、この1週間に起こった出来事、もうすでにお便りいただいている中で、いくつかご紹介はしておりますけれども、はい、はい、改めてピックアップしてご紹介してもらいましょう。お願いします。はい、1月5日金曜日、将棋の羽生善治氏と、囲碁の井山裕太氏の国民栄誉賞授与を発表。1月6日土曜日、楽天の星野仙一球団副会長、膵臓がんのため1月4日に死去明らかに。1月8日月曜日、振袖販売レンタルを手掛ける業者、晴れの日振袖が届かないなどのトラブル相次ぐ。1月9日火曜日、日本カヌー連盟昨週の日本選手権で日本代表候補鈴木康弘選手が小松誠二選手の飲み物に故意に禁止薬物を入れた問題について記者会見。1月11日、女優の浅野ゆう子、昨年末に一般男性と結婚発表。以上です、はい、といったところですね。はい、ということで、まあ、お便りでもありましたけど、星野さんが亡くなったニュース、ーそれから、カヌーの、まあ、ドーピングで引っかかる、ね、禁止のものを相手の、ね、ライバル選手に入れたと、あとはその晴れ着のね、成人式にまつわるトラブルという感じですけども、何かありますか。そうですね、まあ今日はちょっとね2個ほどあるんだけども、でもあれですよね、やっぱりこの1月9日のこのカヌー連盟のね、やっぱこう1位取りたいからやっちゃうってあれですよね。まあ私もね、まだ発表しないんですけど、あのそういうあれがやった、いや違う違う、ごめんなさい、そのつながりじゃない、ごめんなさい、ごめん、そういうつながりじゃなくて、そういうなんか、まあコンテストまではいかないかな、まあそういうのにこう挑戦するかしないか的なところに今あるんですけど、あのやっぱそれってやっぱりちょっとこの同じ立場で考えると、やっぱ結局勝ちたいからのためにやっちゃうわけじゃないですか。まあみんなそうだからね。でもね、それ違いますよね。それやっちゃったらだってもう犯罪じゃない、勝ちたいとかの意気じゃないじゃない、まあね、こうフェアじゃないですよね。でなんか遡るといろいろ出てきてるわけでしょ、この方の場合は ね、なんかね、悲しいね、これはちょっとね。そういうの平気な人いるじゃないですか、そういう人でしょう、これ。まあまあそう言わざるを得ないですね。盗んだりなんとかそう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 、いっぱいね、だからもう7、8年前ぐらいからいろいろとね、なんかそういう疑わしきものも出てきてるということですけど ね、でも飲みも飲みも渡された飲みもは飲むなって試すべかなんか言ってたね。もう、ああ、なるほどね。まあそれぐらい警戒心持ってやらないといけない世の中になってるってことですね。怖い、やだな、ね、俺の酒は飲めねえのかみたいな、ね、なっちゃうね。違うでしょ、全然。あ、ちょっと違う、あ、土着か、でもそうなるね。いや大変よ、本当にこんなん、だって国内でこんなんね、日本人同士ではびっくりだよ、それは。身内なようなもんじゃん。昔あのフィギュアスケートでアメリカの代表選手の相手の選手の靴紐切れやすくするみたいなのがありましたよね。だまあいわばそれの日本版みたいな感じでしょ、きっとね。でも何でしょうね、そこで最後まで生ききれるわけがないじゃないですか、絶対に。そんなので勝って嬉しいのかねって思っちゃいますけどね。そうですよね。そう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 、自分で言ってきたんでしょ、でもこれ、僕がやりました。あ、そうそう、自習したんでしょ、秋から、だ
作詞、なんかその期間でもやっぱりずっと気持ち悪かったんでしょうね。まあ自分的にはね、うん、だからまあその行くばっかの両親は残ってたってことちゃいますか。うん、うん、ね、まあまあでもまあこの人一人の話だろうからね、うん、まあこれ以上大きくなることはないと思いますけどね、うん、はい、塩田君どうですか。やっぱりねあれですよ、でも似たようなのは水銀、ああね、今紹介してませんけど、うん、水銀、タバコに水銀入れて渡して殺そうとしたんでしょ、まあ、要はアイコスみたいな、まあ、アイコスかどうか分かりませんけど、うん、要は加熱式の水蒸気出るタバコの、うんうん、あれに水銀を入れて、うん、で水銀吸うとやっぱ有毒ですから、うんうん、でなんか意識が混濁したりとかしちゃって、うん、って分かったところでしょ、あれだ、ね、水銀って固体で食って無害なんだって、本当、いやいやいや、俺ねちっちゃい時にそれこそ熱出て、で、あ、なんでどうなったかわからないですけど、体温計を口で測るパターンあるじゃないですか、途中でなんか誤って噛んでしもて、うん、で体に水銀が入ってつってすごい大変だったことがあるらしいんです、私、うん、だそれぐらいやっぱり微量でも摂取するともういわゆる致死量に近いあの有毒なものらしいので、木曽さんよく助かりましたね。まあおかげでこんな変な仕上がりになっちゃったけどね、誰がやねんおい誰が変な仕上がりやねんほんまに、うんうん、本当だね、本当だねじゃねえよ、しっかりもんだよ、うん、まあでもね、なんかやっぱ あったんでしょうね、 そうやってその知人男性をなんかしたかしたくなるようなもなんか動機があったんでしょうけどね、うん、そうだよね、怖いね、怖いね、そうだね、うん、何も手つけれないよこれ本当に、怖いわ、人からもらったものは、確かに、これあの僕の話言っていいですか、はい、あのこれも紹介してないですけど、うん、あの相撲協会の立ち行事の式守伊之助さんが昨年末に若手の行事の子にセクハラ行為をしてでまあちょっとこうお咎め食らってるみたいな、男の子にセクハラしたんですって、うん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 、どうでもいいんですけど、うん、立ち行事って聞いた時にそうなんやって思ったんですわ、うん、はい、僕が言いたかったのそれだけですわ、うん、猫じゃないや立ちなんやと思ったんです、うんうん、はい、そうね、僕が言いたいのはそれだけでした、すいません、うん、猫と立ちっていうね、はい、ありがとうございます、後で説明しますけどね、はい、またこんなの起こっちゃってね、うん、でも行事でもこう上から2番目ぐらいのランクの人ですから、うん、もうここだから、うん、だからでも行事やりながらやっぱりそのみんなの相撲さんのお尻はもう見てて天職です、ね、天国です、ああそうだね、うん、もうあちこちケツ出てるんで、確かに、うん、右も左も東も西もか、うん、もうだからあれですよ、検証とか出ちゃってさ、うん、でこうやって関取がこうやってやってとかビクビクするんじゃない、こうやって出してこうやってやってコンコンってなんじゃない、うん、あれ、うんうんうん、やめてよ、うん、そんな指さしてみたいな感じになっちゃうよね、うんうんうん、そこまで行きますか、いやコメントわかんないけどあなたあれでしょインターネットだから別に、うん、いやでも本当ねだからすごい良かったんだろうなって思って、もうでももう入れないよねこんなんやっちゃったら、例えば俺がさ、うんうん、なんかその目の前に半ズボン履いたお客さんがいてね、うんうん、でその足をあって撫でて訴えられてっていうのを知ったらこうやって喋れないでしょもう、まあ、そういう目で見ちゃいますよ ね、 でもね、そうだよね、うん、みんながそういう目で見ちゃいますよね、そうですね、うーん、むしろむしろ望んでる話みたいになっちゃってますけど、一番の笑顔じゃないですか、もう一番笑顔いや本当ですよ、まあまあということでね、はい、来週はどんなニュースが、起こるんでしょうかということで、ね、1週間の時事ネタ振り返ってまいりました、はい、さあということで、はい、一応まあ今日が、一応コンビ組んでという形で初めての生放送ですので、うん、まあちょっとまあ今後しばらくですけど、はい、まあちょこっと漫才とかを生でやろうかなっていう話になってまして、少しやらせていただいてもよろしいですか、はい。
で、どれほどのお客様が今そのね、パソコンの前でご覧になってるか分かりませんけれども、うんうん、非常に大事になってくるのは皆様一人一人の声量、はい、拍手、はい、ね、あと我々を勇気づける笑顔、この3つだけは必ず忘れないように、はい、うまい、はい、いいでしょ、もうこういうね、うん、前説みたいないっぱいやってるから、ね、はい、ということで、名司会のかすみちゃんから、はい、呼び込みがありまして、我々と、わー、すごい、ちょっと重大、すごい重大、はい、重大じゃないよ、全然大丈夫ですか、うん、気軽な気持ちでいきます、いいですか、それではご覧いただきましょう、ケンミリさんです、どうぞ。どうも、ケンメリと申します。よろしくお願いいたします。まあ今日昼間ね、浅草の東洋館という劇場でね、まあやや受けだったネタを今からそのまま全部再演しようかなって感じですけど。いやこと言わなくていいの。そんなことないじゃないか、うん、たまには俺ボケてみようかなって思ったりもするんですけども、はい、このツッコミを感じるとあ、やめとこってやっぱ思いましたけどね。またそんなこと言って。本当はそうしてほしいでしょうに。そうしてほしいってどういうことですか。ツッコんでほしいでしょ。いやまあまあまあいいんですけど、今日はねせっかくですから、まあ私の個人の話ですけども、うんうん、家族の話少し聞いてもらおうかなと思ってるんですけど、まあ番組ご覧になってる方なんか皆さんご存知だと思いますけども、うん、僕子供が4人いるんですよ、うん、で上から13歳、8歳、6歳、3歳、うん、で全員男の子です、うん、でびっくりするかもしれませんけど妻もいるんですよ、うん、だから結果6人家族ですよ、うん、でたまにこの家休みやったりすると家にずっといるじゃないですか、朝から、うん、もう朝から晩までね、もう家の中大変なこといっぱいなんですよ、本当に。そうなんですよね、うん、かわいそうなことに4兄弟みんなお父さん違うんですよ。いや家庭複雑すぎるやろ。うちの家族なんや思ってんねん。妻がひどいぞそれは。だから実際の話いきますよ。朝が大変ですよ。なかなか起きないんです子供が。もうゆすってもダメ、それから布団剥いでもダメ、これもう抱えてテレビの前連れてってもまだ寝てるんですよ。あ、そうですか。大変、なかなか起きないです男の子たちは、本当に。あれ男の子でしょみんな、うんうんうん、起こすの簡単だよ。あ、そう、うん、寝てるとこ、割礼してやれば OK。 お前すごい提案するな。割礼意味分かってる、うん、朝から割礼ひどいぞお前、うん、でも一石二鳥じゃない。どういうこと。起きるし一人前にもなるし。朝から一人前求めてないよ親としては、うん、普通でいいですからね。あとそれ以外で言うとね、朝飯大変ですから、うん、6人分たまに僕も早起きして作ったりするんですけども、うん、量が半端ない。もうね、うん、いっぺんで作る量大変ですよ本当に、うん、じゃああれ雇ったらいいんだよ。雇う、うん、また適当なこと言ってるけど、あの藤本さん。すいません、誰ですか藤本さんって。あのキム総書記の専属料理人。ややこしいとこか連れてくなお前。北朝鮮のあの昔コックで専属でやってた人やろ。嫌やわそんな人。あれ横から見たらキム・ジョンウンそっくりや。いや誰がやな。太ってるだけやこれお前。違うわアホほんまに。でも金で雇えば楽だよ。あのね、うん、金で解決するみたいな言い方してくれてるけど、うん、大変やねん飯代一つ取っても、うん、米炊く量が1日8合ですよ、うち。そんな炊くん。大変ですよ、うん、本当に。俺は米と女は2合までって決めてるけど。酒と女は2合まででしょ、それを言うなら。で、あんた独身でしょ。一人暮らしでしょ。適当なこと言わないでくださいよ。でも最近より戻ったんです。いや、知らないよ、あなたのプライベートの話は。ね、あとね、うん、昼間も大変ですよ、本当に。子供ね、やっぱおもちゃ大好きですから、うん、散らかしまくるんですよ。もうね、ミニカーなんか不意に踏んでみ、めちゃめちゃ痛いからね。本当に。じゃあ、 建て替えたらいいんだよ。建て替える、うん、どういうこと。欠陥住宅に。なんであえて欠陥住宅に建て替えなあかんねん。床が傾いてるから一箇所に落ちたのが集まって片付けるの楽でしょ。うん、だからガーッと集めておもちゃ箱にいっぺんでドーン片付くかそんなもんお前。何やそれ。設計は姉派に。いつの話してんねんお前。姉派ってあれ耐震偽装やから、別に欠陥住宅やってるわけじゃないですから。じゃあやっぱ積水ハウスにした方がいい。何の話やねん、やめさせてもらおう。どうもありがとうございます。お戻りください。面白い。お戻りください本当に。はい、まあみたいなのをね、まあこれ演芸場の持ち時間って10分いただいてるので、まあ今ので何分ぐらいだろう、3、4分ぐらいですかね。まあなんで、まあこの続きはまあ明日演芸場で出てますので。そうなんです、続きは東洋館で、ね、続きはウェブでをもじろうとしたけども、はい、まあまあという感じでございました。ありがとうございました皆さん、素敵に明日の糧になるリアクションしていただきましたけれどもね。やっぱそうですね、はい、そうなりますね。やっぱ取り返さないとね。いや、まあまあ、前お知らせありますか、なんか。お知らせなんかありますか。
ないです。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。まあまあ CD もね出てますしね、はい、ぜひぜひ皆さんそちらもねお買い求めいただけたらという感じです。我々で言うと明日ですか。まだ明日ですね。何時からでしたっけ出番。12時15分から、うん、はい、浅草東洋館ということで、はい、まあ当面決まってんのはそこまでなんですけど、そうなんです、まあ、2月以降またレギュラーで、劇場どんどん出ていきますので、はい、まあ、タイミングがあった時ね、ぜひ皆さん見に来ていただけたらなと。精力的にネタもやっていく予定ですのでね、よろしくお願いいたします。はい、といったとこですかね、うん、まあ、あとはまあツイッターの方、それぞれやっておりますので、ぜひね、気になる方フォローとかしていただけたらという感じです、うん、ね、さあ、はい、ということでございまして、今日はちょっとイレギュラーな感じになっちゃいましたけれども、うん、また来週から通常通りかつ漫才も加えてということでお届けしたいと思います、うん、ということで番組タイトルはそりゃ、あ、塩田、キソと塩田。